どでかい夢があるからプロレスができる。何一つ諦めないからみんながついてきてくれるって信じてる。すべての人を幸せにする場所を作りたい。ずっとそう思ってやってきた。だけど道のりは長くて辛いことばかり。現実を思い知らされるたびに、集客にも動く金額にも絶望と恐怖がどんどん大きくなっていく。でも宇奈木さやかが本当に夢を叶えたら、すべての人が誰だってやればできるって、この世界は捨てたもんじゃないって思えるかもしれない。みんなと生きていくために、たくさんの涙とたくさんの笑顔とたくさんの声援を共にしたい。みんなの夢と託してくれたものすべてを連れて歌舞いていきたい。だから私は走り続けます。2025年4月26日、両国国技館。射程してみる？